自分の中心に。もう、踏み込むときに、ほとんど、170度ぐらい埋まってるぐらい。誰かと組み合いしてる時に倒そうと思った。
あ、足が自然に縮れてる。あこれはブロックじゃない。動けるな。決してこう、必要ない。いかにパフォーマンスで、バランスバランスバランスいかに体幹の回転の連携が手の動きにリンクしてるか、手でパンパンって追いつかない。ポカッとしてますね。手につきのさ、あんまり言わない。言ってあげるかなと。なのは、これを、いわゆるさ、言わない。こう。ここまでは一緒。こっちの筋肉。もうここまで来たらすぐに腰の回転を戻して。何やら言ったらいいか。一応ね、この手は、ね、ちょっと挟んであげた方が、このままこうやっておくとね、パチンってやられる可能性があるから。いわゆる隅の前のブロック。前の、だから、はい。まあ、ここをお互いがガッてぶつかり合って、それが腰をくってひねると前に崩れる、そういうイメージで、でこの肩を上にこう回したいんです。それを自分の肩と上腕の間ぐらいで入れる。肘関節をつける、少しずつ。はい。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。勢いで伝える。もちろん、打ち込むと、対局でこうやってっちゃうけど。呼吸を投げて。結構えげつない形で関節になるんで、あんまり無理にならなくて、はい、胸乗りの手はどこにいる。痛いものがないぜ。痛いものがないぜ。